みんな揃ったね。どこに連れてってくれんの？ミミリンたち楽しみにしてました。遊園地かな、それともデパートとか。今日はね、プールへ行くよ。イエーイ、うん、やったー。やっぱり夏はプールよね。だったら早く行ってくれなきゃ。みんな水着持ってきてないよ。そうだ、水着持ってないや。いやー、ダメだもん。そんなの今から持ってくるわよ、近いんだもん。しまじろ、にゃっきー、あんたたち怪しいね。いやー、そのー、さてはプールが苦手だね。いくだってプールは広いし、顔にいっぱい水がかかるし。プールどころか水が苦手かい。はい。そうなの？ニャッキーとプールで遊びたかった。ミミリン、お風呂でシャンプーするときはどうしてるんだい？シャンプーハットがあるし、ちょっと慣れたっていうか。お風呂もプールも大して変わりゃしないよ。私が特訓してやろうじゃないか。よし、こうなったらやるよ、しまじろう。なんで今から水着？その方が気分が出るだろ。とにかく気合だよ。一緒に頑張ろうよ。気楽にできる訓練から行こうか。楽しいシャワーだよ。気合はどうしたの？いきなりなんてずるいよ。みんなで入ってごらん。これぐらいならお風呂だって同じだろ。まあちょっと入るくらいなら。すっごく浅いしね。はい、思いっきりジャンプ。あんなんでも怖いのかい。最初の気合はどこ行ったの？だってしょうがないね。じゃあ気分転換に違うことして遊ぼうか。トリッピーの家の滑り台大好き。私だったら毎日遊んじゃう。キエーイ、さーっと滑って、さっきの怖さを吹き飛ばしちゃいな。せい、ばあちゃん。水になれる訓練といったらやっぱりこれ、顔を水につける。なんだ、簡単よね。それくらいなら島次郎とニャッキーだって。まあ大丈夫だよ。でもちょっと心の準備が。ありゃ、ダメなのね。あ、僕たちまだ準備運動してないよ。そうだよ、忘れてた。準備運動は大事だよ、しっかりやんな。はーい、1、2、3、4、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。もういいわよね。そろそろプールの訓練にしたら。うん、準備体操はしっかりやらなきゃ。こういう体操知ってる？体にいいんだって。本当だ、体に良さそう。なら健康のために私も。んなわけないだろう。ばあちゃん、トリッピーたち遊んでていいかな。せっかくビニールプールがあるし。しまじろう、先にやってよ。ニャッキーが先でいいよ。じゃあ勝負。いいとも。じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ。先にやっていいよ。何それ、負けた方が先に決まってるじゃん。勝った方。負けた方。やる気あんのかい。あっちを見てごらん、楽しそうじゃないか。僕も混ざりたいな。このままじゃプールで一緒に遊べないんだよね。ニャッキー、さあ二人一緒に、せーの。平気だったかも。
はい、もう一回、せーの。なんでこれが平気なの？でも島次郎には負けたくない。はい、目を開けて。それは無理。そうかい、あんたたちなら妖精を見られると思ったんだけどね。妖精？子供の頃にだけ見える水の中の妖精さ。水の中に顔をうずめて思い切って目を開けると魚のように目の前を横切ってニコッと笑うんだ。私にはもう見えなくなってしまった。もう一度見たかったね。見てみたいな。よし、目を開けなきゃ。無理だよ、でも島次郎に先を越されたら。どんな妖精だった？人魚みたいな。ばあちゃんったらまたその作り話してる。作り話？でも素敵なお話ね。嘘ついたね。ごめんなさい。ばあちゃんもでしょ。まだ水は怖いかい？ニャッキー、僕たち本当に慣れてきたのかも。そうかも。プール行っちゃいましょうよ。うん。リチャードさんだ。アルバイトかな。さあどーんと行っておいで。よし、大丈夫大丈夫。うーい、やっぱりダメかも。みんな一緒よ。今ならやれる気がする。僕も。せーの。あ、きれい。あ、水の中ってきれいなんだね。ねえ、今、あ、おばあちゃんは泳がないの？私泳げないもの。私みたいにならないようにちゃんと泳げるようになっときなよ。まったく、ばあちゃんたら人を水に慣れさせるのはうまいのに。おばあちゃん、私妖精見えちゃった。ニャッキー、また嘘ついて。ミミリンも妖精見たい。ミミリンまで？ベネッセ。